やっほー。やっほー。皆さんごきげんよう、シュリリンです。キラキラーン。快感。久々猫の感じ。ということで、本日はですね、まあ、なんか自己紹介？自己紹介まだ、つおんでへんやんって。あ、爪折れてまーす。すいません。自己紹介まだだよねって思って、で、なんか、100の質問やりたいんやけどって思って、待って、質問してくれる人おらんくないって思ったんですけど、でもやっちゃおう。一人で100の質問答えてみた。ただ答えるだけじゃつまんないので、まあ私の代名詞のメイクしながらやっていきたいと思いまーす。語彙力。ちなみに質問はしっかり大人の方に考えていただきました。痛い痛い。今日まずテンポ早めでいくよ。マジ冷やっこだから、マジで時間ない。時間あるんやけど、尺？編集だるいねんか。え？裏側やめて。ごめんけど、鳥もカラコンだけつけさせてもらっていい？痛い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 。タッチ！名前は、シュリリンでちゅー。性別は、女？誕生日は、2000年の5月16、若干23歳。ね。最悪。マジで年って秒で取るよ。気ぃつけよ。視力は右目 2.0、左目 2.0 です。本当に 2.0 かわかんないんだけど、マジでめっちゃ目いいよ。視力検査引っかかったことないし、マジで目はいい。から、コンタクトもどなし。美容さん見てますか？どなしです。ダメついやめて、ほんまに。いい加減にしよ。待って、おひげ生えてる。わたか！聞き手は、なんか、左って言いたいんだけど、足のサイズは、ちょっと恥ずかしいんだけど、29センチ。男すぎ。血液型は A 型で、出身地は、フラワーガーデニングプラネット。聞こえた？出身地は、フラワーガーデニングプラネット。地球から4億光年離れた隣銀河にあります言うて、初期からこの設定だけは忘れない。ええ。知らなかったでしょ？うち、宇宙人やねん。中学時代の部活は、なんか全然女の子だった。全然柔道部。うん。全然柔道部の主将。はにょ？女の子やねんか。女の子でも別に柔道はするやん。中学校の柔道部、まじ、裏番、ちょ、待て待て。進まない。うん。やめて、脱線するの。聞かれたことに答えられんだよ。それ以外いらねえんだよ。うん。高校の部活は、なんか、めっちゃ特殊っていうか、めっちゃ限られた部活だったから、言っちゃうと、バレちゃうんだけど、格闘技やってました。はいはいはい。待って、中高両方格闘技は、さすがに男すぎ。うちだって入りたかったよ。美術部とか、なんか、料理部みたいな入って、〇〇くんスコーン作りすぎちゃいました。エディバ実際いりますか？とか言いたかったけど、全然、人殴ってました。投げ飛ばしてました。高校も、副首相。ええ加減にして！格闘技関係のお友達多いです。選び放題。習い事は、小学校から中学校まで習字やってた。何やってたかな？でもなんか成績悪すぎて、塾通ってたんだけど、中学校3年生の1学期から2学期ぐらいまで通ってたんだけど、格闘技でスポーツ推薦が決まったの。スポーツ特待が決まった瞬間やめた。勉強マジきしょい。でもなんか塾の野球部の空いた？野球部の塾の先生がバリエロかってん。それだけのために行ってた。やかましくない？消えて？あとは、2歳からずっと格闘技やってて、それを使って高校に行った。うち結構強かってんで。絶対調べないでね。やったことあるバイトうち結構多くて、マジでめっちゃあるよ。高2も、一瞬だけ焼肉屋でバイトしてたんだけど、5回ぐらい出勤して辞めた。シャフすぎん？本格的に始めたのは高3から。高3の時、テーマパークのスタッフやってた。それは高3から専門1年生の半ばぐらい。コロナが来てちょうどほぼ飛んだ。ねえ、印象下がる？あとは美容院を助手？ 2 年半ぐらいやってたね。アパレルを1年半です。と、今のお仕事は、えので、すいません。今の趣味は、ないかも。服とか、メイクとか、歌、絵、
大好き。特技は、人殴ることと、言い方。メイク？一応まあ、美容系。メイクと人殴ること。対極だよね。座右の銘は、やらずに後悔よりやって後悔。こじ開けてきた人生だった。何もかも。周りからの反対とかもすごい良かった。メイク一つもそうだよ。でも全部、え？やらずに後悔より、やって後悔じゃないの精神で、やり続けてれば絶対成功するしね。肝に銘じろ。兄弟姉妹、います。兄弟がいます。上と下に、一人ずつ。男、女、男やで。うん。男、女！男。上が4つ、下が5つ離れてます。ペット飼ってますね。2匹飼ってます。ポンズさんとシャルルさんですね。ポンズさんが5歳のオス猫で、シャルルさんが18歳のメス猫さんですね。飼ってみたいというか飼ってたんだけど、うちが高校生ぐらい亡くなっちゃったんだけど、ミニチュアダックスフント？フント？と？どっちやねん。どっちでもええわ。また、犬を飼いたい。好きな食べ物、必見やで。しゃぶしゃぶ、寿司、焼肉、あとコンビニのおにぎり。あとラーメン。一番好きとかじゃない。概念。ラーメンはうちの概念なの。口出ししないで。嫌いな食べ物は、生のキュウリ。全部生。無理。キュウリ本来の素材だけをいただくのはちょっと、好きな飲み物はもう絶対コカ・コーラゼロ。これね、大事なのが、コカ・コーラが好きなわけじゃないよ。コカ・コーラゼロが好きなんよ。え、これ分かる人いる？スタバ大好き。ホワイトモカ。ホット。アーモンドミルク変更。嫌いな飲み物は、うち昔牛乳好きだったんだけど、牛乳もう飲めない。好きな動物は猫ちゃん。もう動物自体があんま得意じゃないから、強いて言うなら猫ちゃんかな。嫌いな動物は、ほぼ全部。え、待って、今めっちゃ印象悪くない？挽回できる。待って、ごめんね。タンマ、一旦タンマ。え、眉毛綺麗すぎな。好きな色は、水色、ピンク。好きな季節は、秋と冬。これに限る。ね、手動かして、筆を持て、手を動かせ。時間は有限。行ってみたい場所は、韓国。長野県とかの星が綺麗なとこ。行ってよかった場所は、大阪マジで好きで、めっちゃ大阪行く。何回行っても楽しいね。大阪たこ焼きの街。最近買ってよかったものは、マグネットってやつ。これに変えたらでも髪が確かサラサラになった気がする。最近欲しいものは恋人。何が何でも恋人。得意料理は、こう見えてうち結構料理好きやねんか。韓国料理しか作れないんですよ。だから得意料理はキムチチゲ。好きな家事は洗濯。絶対に洗濯。読書は好きだね。めっちゃ好きだよ。車、運転しないんですよ。お恥ずかしながら免許持ってないんですよ。でも、9月か10月に絶対取りに行く合宿で。それもさ、なんか動画にできたらいいよね。自己報告はしたい。待って、ごめんなさい。大人の皆様、好きな季節被ってます。好きな季節2つ来てます。冬と秋。背景この手紙。え、それアンジェラ秋。ジェットコースター大好き。お化け屋敷は感じれない。あれじゃ、卑猥な意味じゃなくって、富士急とかのは行ったことないから怖いかも。カラオケでよく、ちょ、だからメイクしながら喋って。ね、またこれって思った。うちも思った。カラオケでよく歌う曲は、HY366日、なお、恋に落ちて、Fall in Love。世界の終わりさんは、うちが今までで一番好きなアーティストを、めっちゃ歌いますね。好きなテレビ番組は、月曜から夜更かしアメトーク、かな。好きなドラマは、今はあなたがしてくれなくても、夫婦が壊れる時、めっちゃ見てます。よかったら皆さん TVer で見てみてください。宣伝上手。好きな映画は、うち映画は結構、プロテスクなチードピドピキャー怖いが好きだから、まぁ結構キャラクターとか、深瀬くん好きだから。あとは、小栗旬さんが出たら、ミュージアム。青空エルね。青空エルはもう思い出がめっちゃあって、うちのスキピと初めて見に行った映画なの。4人で行ったんだけど、初めてスキピと遊んだのが青空エルだった。もう竹内涼真さん、ラブチー。マジで付き合いたい。チャンビン、ごめんね。一瞬湧きする。ごめん。好きなアニメは、結構ライトノベルが好きだったの。僕は友達が少ないめっちゃ好きだった。ニセ恋もめっちゃ好きだったね。好きなキャラクターはもうドンペンとハンギョドン。絶対これ。うん。好きな方言はもうダントツ三重弁。関西弁がめっちゃ好きかな。変な話。今まで関係持った人、全員関西やねんか。エロい。やめて。うん。そういう目で見ないで。関西の人に謝って。好きなコスメは、中華コスメと韓国コスメ。パーフェクトダイエリーとフラワーノズマジ大好き。シピシピもめっちゃ好きだし、日本やないかい。お気に入りのスキンケアはなんだかんだティルティル、あとサボリーノ。アイラバハトムギ化粧水な感じもするんだよね。初恋何歳？聞いちゃおう。どうしよっかな、教えちゃおうか。恥ずかしいけど7歳です。ちなみに私の初恋はまだ終わってません。
き合うならうちは絶対に。でもなんか、でも会うのは多分、年上。同い年か年下がええねん、うちは。え、だから何でもいい、誰でもいい。え、来て。シュリリンさん、枯れてます。どんな人がタイプ？え、気になります？でも優しい、なんか包容力がある人いいな。愛情表現があんまない人の方がいいかな。好きっていうのが伝わると冷めちゃうから、足短くて太い人好きなんだよね。今、恋人いないですね。はーい。今まで好きになった人の共通点は、人へ。ちょっと大きめな人？関西。全員そう。どんなデートが好きって言われたらもう、え、めっちゃあんねんか。でも季節は絶対感じたいの。水族館好きかな？動物園とかはちょっと N で。なんでも OK。愛したい、愛されたい。断然愛したい。何があっても愛したい。マジで愛多め女やから。結婚願望ガチある。マジである。愛する人と子供とか育てたいしね。待って、アイライン期待症すぎる。話に夢中になりすぎやん。子供は、一姫二太郎がいいな。上、男の子二人で、下、女の子一人がいい。貯金はマジでしてない。うちお金関連だらしなさすぎてマジやばい。たまんねえ。現金派、キャッシュレス派、断然現金。うちキャッシュレス一回も使わない。あ、さ、数字だけだとマジ減らないもんだと思っちゃうじゃん。何にお金かけてる？服と食事。あとコスメ。え、せっかアイラインバチキモい？大丈夫そう？キモくない？こっち。いける？まあ、いっか。ダメダメ！美容系、アイアン美容系、ちゃんとして。使用しているサブスク、ネトフリ、ユーネクスト、アマゾンプライム全部入ってます。音楽はアップルミュージック、一択。好きなアーティストはさっきも言ったんだけど、世界の終わりです。好きなお笑い芸人さんは、ザ・マミーの酒井さんとか、シンプルに美女が、可愛くない？四千頭身の後藤さんとかめっちゃ好き。好きなタレントさんは、芸能人の方みんな好きよ、うち。尊敬する人、とはパッて出てこない。その時その時は本当にすごいって思うんだけど、自分に精一杯。親友はどんな人？大切な人はいるよ。愛情表現が素直じゃない。うちに対しての表現が素直じゃないかも。じらされるの好きなのね。ド M？ うん。出かけるとき必ず持っていくものは、化粧品とお財布。と、あと、香水。どんなカバン使ってる？ショルダー系、こういうやつ、ちょっと汚れてるんだけど、これ使ってます。基本これ。全部こういう系、うち。リュックとかはあんま使わない。あと、ちっちゃめのポーチとかは使わないかもな。ね、待って、アイメイク可愛すぎん？スマホの機種は、iPhone の13 Pro Max です。スマホは1日、撮影も編集も、全部、このスマホだから、めっちゃ使ってる多分。スマホでよく何してる？スマホはもう撮影と編集が一番かな。iPhone ゲーム全くやんない、うち。よく使う絵文字は、これとこれ。好きなゲームは、最近は、てか待って、マジで手動かしてもらっていい？ごめんね。好きなゲームは、最近ゲームはずっとゼルダの伝説やってる。ゲーム機何持ってる？ゲーム機は、でも歴代全部持ってるよ。Wii、Wii U、Switch 持ってるし、ゲームキューブとかも持ってた。知ってる？ゲームキューブ。スーファミも家にあったね。自分で持ってるのは Switch Lite。あと 3DS も持ってる。朝型と夜型だったらもう断然夜型だね。基本的に夜に活動してる。部屋では基本的になんかこういうなんかもうキャラティーとか多い。レモンとか、なんか食べ物の T シャツとかめっちゃ多い。なんかもうとにかく、ゆるいでかい T シャツ着てます。平均睡眠時間はマジで日によるんだけど、4時間半とか、割とショートスリーパーでうち。普段運動めっちゃする。1日1時間はランニングしないとマジで1日終えれない。体を動かすことめっちゃ好きなのうち。歯ブラシの硬さは硬めが好きだけど、マジで歯茎からめっちゃ血出るから、普通に抑えてる。柔らかめは絶対に嫌だ。ご飯派パン派、絶対ご飯。食パンとか2、3年食べてないんじゃないかな。高校ぐらいから食べてないかも。好きなお弁当のおかずは、おかずっていうかオムライスめっちゃ好きだった。なんか冷めた買ったオムライスがめっちゃ好きで、ママによく作ってもらってた。コンビニでよく買うものは、コカ・コーラゼロ、ミルクティー、イチゴオレン、あとおにぎり。美容院行く頻度は、前までは1ヶ月に1回絶対行ってた。ネイルも絶対1ヶ月に1回行ってたの。でも見てもうボロボロ。ふざけんな、早く行け。美容系でしょ？これまで言われて嬉しかったことは、本当に女の子みたいやなとか、綺麗だねとか。なんかシュリリンの TikTok 見たくて1日頑張りましたみたいな、今日も見れて幸せですみたいな。え、待って！自分の好きなところは、全部、マジ全部。顔も好きだし、なんかなんだかんだこの体型もラブだし、なんか全然中身も好き。直したいところは、ポジティブすぎるところとか。でも仲良くしてね。癖は、癖あるうち。あんまなくない？
癖ないんじゃないかな。親には趣里って呼ばれてて、友達には趣里凛かな。で、うちも高校とかからずっと趣里凛だから、本当に幼い頃から友達の子は趣里かな。似てるって言われたことがある芸能人は、オフィシャルヒゲダンディズムの藤原さん。まあ、ずうずうしいんですけど、世界の終わりの深瀬さん。TikTok でよく言われるのは、ムロツヨシさんと、あとチャンビン。結構うちいろんなの言われるよ。好きな YouTuber さんは、ウクエナちゃんとか、PKA さん。もともと YouTuber っ子だからめっちゃ見る。インフルエンサーしてなかったら、多分普通に美容師とかやってたか、美容部員。誰かもアパレル店員さんか。10年前の自分に声をかけるなら、13歳か。結構多分顔面に絶望してた時期なの。10年前の自分に言うなら、大丈夫、あんたすごい可愛くなるよってことを言いたい。すごい綺麗になるよって。10年後の自分に聞きたいことは、稼ぎどれぐらいありますか？バカ野郎、走らねえんだよ。楽しいですかって聞きたいかも。まだこういうことをしてるかもわかんないし、今楽しめてますかって。それで楽しんでるよってうちが言ってくれるなら別に全然いいと思うけど、それで10年前は楽しかったなっていう言葉が返ってくるなら、出てけよって、今すぐやり直せよって言いたくなります。常にスパルタで。一度やってみたい仕事は K-POP アイドル。絶対そう、 K-POP やりたい。挑戦したいことはいっぱいあるんだけど、 SNS 全振り。将来の夢は唯一無二の美を手に入れること。みんな違ってみんな美しいんだから、うちはうちにしか出せない美しさを引き出すことが将来の夢ですね。地球最後の日に何をする。この際だから、好きな人もう一回だけちゃんと思いを伝えるかな。その日だけはちゃんと言ってみたい。真面目な顔で、好きだよ、大好きだよ、本気だよ、大好きだよって言いたい。どんな人になりたい。女性なのか男性なのか分かんないようなミステリアスな美しさ欲しいですね。自分が大切な人にはちゃんと優しくできる人間になりたい。最後に一言、これからもっと私大きい存在になっていけるように頑張りますので、皆さん一緒に夢つかみましょう。この長い100の質問コーナー見てくれてありがとうございます。ちょっと髪の毛整えてきますね。絶対にみんなを幸せにしてあげる。はい、ということで、まあこんな感じで、な、髪の毛もなんかちゃんとストレートになって、マジ可愛いな、うちって本当に美少女やねんかってなっちゃいました。改めまして、こんな長い動画をね見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録と高評価、積極的無断転載もよろしくお願いします。ということで、はーい、次の動画でねまたお会いしましょう。シュリーンでしたよ。バイバーイ。